皆さんこんにちは、ガチョク TV のティナです。今回は私は日本から離れられないっていう理由についてお話ししたいと思います。日本食が大好きで、他の国に行ったらないんですよ、そういうものが。で、今日は私の一番大好きな、毎日食べたいなと思っている食べ物トップ5を紹介して、みんなの前で完食したいと思います。ダン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 、ナンバー5です。ナンバー5はこちらです。唐揚げ。唐揚げはシンプルでジャンキーでめっちゃうまいですよね。ロシアではあんまりこういう感じの揚げ物が少なくて、これさ、この日本の料理のこの揚げたところ、この皮はロシアではないですね、こういう作り方は。私の大好きなロシアのチキンの作り方は超シンプルで、鶏ももを取って、ニンニクとお塩とマヨネーズをつけて焼くっていうやつ。じゃん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 。次はナンバー4ですね。これです。なんだと思いますか？世界はお弁当ではないんですよ。お弁当ではなくて天ぷらです。特にエビ天ぷらが大好きです。はい、4番はエビ天ぷらでございます。このカリカリの焼き方、天ぷら、本当にもう初めて食べてからうまいなと思って、初めて食べた時からずっと大好きです。じゃあ早速このエビ天ぷらを食べたいと思います。あー、美味しいですよ。美味しそうですよね。エビも大好きです。これは本当にめっちゃうまい。あとこのソースが、いや、あの甘くて超美味しいです。天ぷら料理の食感がめちゃめちゃ美味しく感じますよね。皮がちょっとカリカリして、中身が柔らかくて、そのコントラストがあって、口に入れて瞬間と噛む瞬間は全然なんかそういう違うので、めちゃ美味しく感じます。あとこれはなんか緑の野菜、インゲンかな、名前がわからない。何ですかこれ。でもこれが結構好きです。あとかぼちゃの天ぷらもこのお弁当に入っていて、こういうかぼちゃは日本にしか見たことないです。ロシアのかぼちゃが全然味が違います。日本に来てから、まあ、私の家庭はちょっとそもそもあまりかぼちゃ系あんまり食べれない、なぜかわからないですけど、こういうかぼちゃはもう甘くて、日本に来て本当にびっくりした。このかぼちゃの味、なんか甘いものと混ぜたら本当にデザートみたいな感じになって、全然今までのかぼちゃのイメージと違ってました。じゃあ食べますよ。おいしいな。ロシア語で美味しいって言うときはニャンニャンって言います。じゃん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 。次はこちらの下にある料理です。もう本当に私の大好物である、毎日食べたいと思っているものでございます。第3位ですね。何だと思いますか皆さん。すごくシンプルです。めちゃくちゃシンプルです。
実は煮卵です。はい、もうすごくシンプルで、このジャパニーズ卵のソースが本当にめちゃくちゃうまいです。ロシアは本当にシンプルな作り方しかなくて、まあ、もう他の作り方あるかもしれないですが、私の家庭では、普通のゆで卵に塩つけて食べるんですけど、こんなソースに入れて煮込んで茹でるのがもう大好きなんですよ。あとこれが入ったセブンイレブンで売ってるおにぎりも、マヨネーズとこの煮卵のおにぎりがめちゃめちゃ毎日食べたいですけど太りますね。だから今日はこの卵だけいただいちゃいます。いただきます。もうやっぱり最高。なんでこれはこんなに美味しいの？シンプルなのにめっちゃ美味しいです。煮卵。ダダダダン。はい。もうトップに近づきましたね。なんですかここ。もう日本人にとってはめちゃめちゃシンプルな料理なんですけど、外国人にとってはなんか全然わからない料理です。もう私はちっちゃい時にアニメを見た時にそれを見て、不思議やなとずっと思ってました。多分それこの料理はロシアでは作る素材がないと思います。なんでしょうかね。もうすっごいシンプルで安いお料理でございます。じゃあせーの、蓋開けますね。はい、 Are you ready? せーの、あ、いいかな。じゃじゃーん、じゃじゃーん。当たった人いますか？私の人生のラブ、お稲荷さんです。大好き。じゃあもう食べちゃいます。お稲荷さんは甘くてしょっぱくてなんかシンプルで、本当になんかこのコントラストもあって皮とご飯めちゃめちゃ好きです。しかも健康に良さそう。まあちょっと良くないかもしれないけど、唐揚げと比べてまだいいかな。これは毎日食べれます。朝ごはん、昼食、夕食、全部食べちゃいます。おいしいです。じゃあ最後はナンバーワン、トップの私の大好物の日本食を一緒に作ってみます。この料理が大好きな理由はめちゃめちゃ簡単で作れる、もう秒ごとに作れることと、ヘルシーというのと味が好きです。でこれは私が最も大好きでよく食べるもので、プラス海外で絶対にない、まあ絶対、まあ絶対にあんまりないな、そういう食べ方が、まあ、一番独特な料理を紹介します。多分ちょっと日本人でも苦手な人がいるんじゃないかなと思います。あれ、なんかこれはカメラのスタンドが低くてこうしないといけないです。ちょっとしゃがんでやります。じゃあまずは何を入れるんでしょうか。はい、炊飯器のお米です。はい、これぐらい入れて、入れましたね。
ちょっとここに移動しますね。めっちゃしゃがまないとあかんです、これは。で、ここに冷蔵庫を開けて、冷蔵庫からはい、先に卵を出します。もう分かった人いるのかな。卵ですね。でもこれは終わりではないです。次はちょっと下にあるお醤油、これを使ってます。キッコーマン、お醤油を出して、これでもまだ終わりじゃないですよ。ちょっとごめんなさい、ここが汚くて最後はこれの一番メインのイングリディエントのを素材を出します。はいはい、こういうことです。わかりましたか皆さん。じゃあ行きますよ。ジンジン、これが先に入れるのか、いや違う、これを先に入れますよね。おー、混ぜ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 、うん、もちろん指にこぼしてもう一回混ぜ混ぜして、大好きな白米にぶち込みます。次は卵いきますね。パン、卵できました。醤油忘れた。これからこれをいただきたいと思います。できました。こんなにシンプルに作れてヘルシーで、タンパク質もいっぱい入ってて、美味しいものってもうなかなかないんですよね。特に私は料理がめんどくさいでさ、これすごい頼りになりますねこれがネバネバミヨン、ネバネバ、オップス。外国人だけではないですよね、日本人でも苦手な人がいますね。でも最近の納豆ってあんまり臭くないですよ。私日本に初めて来た時めっちゃ臭かった、すごく臭かった。でも最近はあんまり臭くない。それについて過去の動画に一回話したことがあって、最近の納豆はあんまり臭くないってコメントで、なんか納豆の技術が変わったで最近はそんなに臭くないって言われました。じゃあこのネバネバの私の大好物を口に入れますね。本当に最高の味です。あと食べやすいしね、多分歯がない人でも食べれます。やっぱりヘルシーですので、食べても悪い影響がないので、毎日これを全然食べれますね。だけどいつもこれを箸で食べるのじゃなくて、いつもスプーン取って食べちゃう。かっこうやって飲むそうしようかな。納豆を飲む人は見たことありますか？これ箸でマジで取りづらいですよね。最強のご飯です。皆さん、私のランキングはどうでしたか？この中でみんなの大好きな料理はありますか？めちゃめちゃティナはお腹がパンパンになりました。最後まで見ていただいてありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンを押してください。今日もありがとうございました。じゃあバイバイ。